リース・オックスフォードは、イギリスの首都ロンドン出身のサッカー選手。FC アウクスブルクに所属している。ポジションはディフェンダー。幼い頃にトッテナム・ホットスパー FC のアカデミーに入団したオックスフォードだったが、2011年に同じロンドンに本拠地を置く、ライバルチームのウエストハム・ユナイテッド FC のユースチームに入団。オックスフォードは、 ユース世代のイングランド代表でも活躍し、チェルシー FC、アーセナル FC、マンチェスターユナイテッド FC といった競合チームからも注目される存在となる。その後2015年7月の UEFA、ヨーロッパリーグ2015の16シーズンの予備予選の FC ル下のス戦でプロデビュー。さらにプレミアリーグ2015から16。 シーズン開幕戦となった8月8日のアーセナル FC 戦では2008から09シーズンに女性バックスターが樹立したリーグ最年少の16歳191日でリーグ戦デビューしたのに次ぐ16歳198日で開幕スタメン出場を果たし2から0での勝利に貢献またクラブ OB のビリー・ウィリアムスが保持していた16歳221日でのデビューをも更新した ありがとうございます。